はい、真剣すぎちゃうとどういうエラーポイントが出るかって、その、まあ一つは多分腰に負担かかるとか。あ、それもそうだよね。腰には確実に負担出るよね。過伸展って言って、はい、あのちょっとやってみて。過伸展っていうのは、いやこっちだね、あのこっち立ってで、あこっち向いてで、足をこうやって固めて、でこうやってもうもっといける、ここ辛くね、ここら辺、はい、はい、それでいいよ。こんな感じで、まあ腰椎の骨の構造上、後ろ側にこう曲げすぎるってすごく、まあ骨と骨同士ぶつかることは相当靭帯ってなければあのないと思うんだけど、あの、まあ、とにかく詰まっちゃうんだよ。詰まるのはあんまよろしくないっていう感じね、骨的に。であとはすごく分かりやすいのは、伸展動作が入りすぎちゃうとクラブのヘッドの軌道が後ろから見た時にこの軌道ね、濃い黄色が、まあオレンジね、オレンジがダウンスイングでフォローが白なんだけど、そう、そうそう、ちょっと僕が、あ、あったったった、ちょっとこれそんなにいいデータじゃないなと思うんだけど、バックスイングダウンスイングフォローって、まあこうギュッと詰まってるじゃない、それに対してすごい、これに比べたら超インサイドアウトっていうの分かる、ということでこれが進展すぎちゃうと起きちゃうね。だから進展の量もやっぱり大切だし、まあこれに関してはフォロー側の動きを直せばそこで直るんだけど、そう、まあまあでも進展が大きくなりすぎたらインサイドアウト大きくなる、インサイドアウト大きくなったら曲がり幅大きくなるか、プレーン自体が右向きすぎちゃっててバーンってこっちに行っちゃう可能性あるよねっていう感じ。でも前よりかは程度が低いからその分良くなってるねって感じだね。OK。 やっぱりでもミスするときは大体オーバード、そうだね、巻きすぎちゃう、うん、っていう気がするよね。ちょっと待って、どうしようかな本当。じゃあ一旦かおちゃん来るまで一回その女の子の話しようか。はい、じゃあその女の子なんだけど、かおちゃん、いやかおちゃんじゃなくても本当にゴルフ始めましたの、あこの子、それ聞きたい。この子を見てみると、そうでしょ、これいっちゃう最初、そう、こんな感じね。再現すると、まずいいよ、こっち見てて、仮にこういう子がいたらどうするかっていうの質問でもあるんだけど、これね、この子どういう順番で何を直す、よく気づいたね。クラブの行こうか。すげえ再現度だと思うよこれ。クラブを振るっていうことを、まあ抽象的ですけど、うん、覚えさせるっていうところで。うん、まあ、連続で素振りをしてもらって、うん、まあ、こいつをこうこうやって、まあ、斜めにこう振ってもらうために、まあ、結構その腕とかでクラブを、まあ、ヘッドとかをロックしながら棒に当ててて、うん、どっちかというと回答して、まあ、クラブヘッドをこう走らせるという方向に、うん、まあ、ざっくりと向かって
て教えたいなって思いました。うん、まああくまでも僕がどうやって教えたかっていう話、はい、をしていくからあれだけど、まずでこれは講習の時に反するから、まあ今日のこれ聞いて講習受けた後に話聞くと思い出してみると、あこの順番だったのはその理由ねっていうのが分かってくるから。でまず彼女の場合は動画撮るじゃない。でその後にもちろんこうなんだろう、ゴルフ以外何やってきたのって、ほぼ何もやってないですみたいな感じだったりとか、まあいろんなことを聞いたりとかするんだけど、まあそれの上でゴルフってどうやったら一番効率よくボール、ああ違うな、ごめん。でその後にまあゴルフとりあえずボール当ててじゃんって話をして、で当てるためにはどうしちゃんと当てて気持ちよくボール飛ばすためには何が必要かっていうのの前提条件を教えるのね。で知識として知っておいてほしい情報っていうのがあって、それっていうのはクラブは斜めに振るもんよっていう、縦振りじゃねえよって、横振りすぎもダメよって、いやダメじゃないけどなるだけ斜めに振れた方がいいよって話をして、でゴールの形を漠然と見せるのね。こうやって振ったらいいのよって、プロの選手見てみよう、ほらこうなってるでしょみたいな感じで、でその後実演をしてあげるのね。バーンって打ってあげるとやっぱり綺麗に分かりやすく飛ばせるじゃない。だからそれであこうやって振ったらいいのねっていうのがもう印象で分かるわけよね。でそれでまず1段階目終わり。じゃあ次じゃあそれがやりやすい状況ってを作ろうって話になってくるんだけど、その時に何をすると思う？まああくまで僕のやり方だからね。はい、話してごらんよ。はい、要は斜めに振らせるためにってことですか？いや違う、斜めに振らせるっていうのは斜めに振ってほしいから伝えるだけの情報であって、はい、普通に何だろう、より当たりやすくするため、はいはい、ああいうふうにボール飛ばしたいよっていうのを達成するために教えること、ここからこの形っていうのは当たんねえ形だ、はい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 、じゃないんです。構え、構え、じゃあどうやってなんですか？そうですね、まあ、そもそもこう手のグリップの位置がここにあって握るっていうことは、左にずれてきた時にまあめちゃめちゃ右に行く、要はそのハンドファーストっていうか、本当はインパクトしたいインパクトの形から逆算して覚えさせるっていう方かもしれないですね。なんでここからだとまあフェースが極端に右向くから、逆にこうやってロックして頑張って左に向かせようとしてるんで、そもそも視点が左にずれてきた時にちゃんとフェースがまっすぐ向くような左にちょっとこうシャフト傾けてハンドファーストの状態を作った時に握ってもらうことがまず一つですね。はい、なんでまず構えをこうやって直してあげるっていうところと、あとはその結構こう一緒にこうやってやってあげるかもしれない。最初はそのこうやってこうやってっていう風にやってあげるのと、あとインパクトバックとかがあったらなんかこうこうペチーンってこう叩いてもらったりするかな。そのもっとシンプルになんでそれをするかっていうのが一番簡単だと思うね。いや受け手としては急にインパクトバック叩かれたりとかっていうのとかっていうのはかなり先の話だと思うね。もっと簡単にあの球打ちたいねってなった時にどうやってあの球打ちやすくするかって言ったら、まあ、例えばその子の例で言ったらまずグリップ自体がもうこんなだったわけ、見たら多分グリップ直そうってなると思うんだけど、でグリップ直す時も右に飛びやすいグリップ左に飛びやすいグリップっていうのがあるよと、ウィークとフックとって、
でもうゴルフっていうのはターゲットスポーツだよっていう説明をすると曲がるのは嫌だっていうのがなんとなく伝わるはずなんだよね。で実際実戦でバーンって打って右に飛んだり左に打ったりっていうのをやってあれでゲームになるかっていったら何年だって言ったらまあそうだろうなっていうふうになるわけだから、そっから先の話ちょっと待ってね、あーちゃんありがとう。そうでちゃんとまあ初心者だから僕はニュートラルグリップでいいんじゃねって思って、でまあニュートラルのグリップがあってそれで打つとまあまっすぐいくよって打ったらまあそれ飛んでいくじゃん。だからニュートラルを、なるほどじゃあニュートラルを身につけますっていう風になるわけで、それでニュートラルグリップをゲットします。なんだけど彼女の場合超絶ウィークのに握って超絶シャットだったからニュートラルにしたらもっとひどいからのね。なんだけどそれもまた関係なく全部左にしか行かなくなっちゃったし、クソ球しか打たなかったけどもうどんどん先に進めていくのね。で今度はこのクラブは握り方良くなったねと、で君は今クソみたいな球打ってるけどそれはいいよと、どうせ直せるからってでなった時にじゃあ次何すんのって言ったら、さっきのピューンって飛ばす球を打ちやすい状態を作るよって、でそれはちゃんとクラブのデザイン通りに構える話っていう風になって、さっき君が言ったのにつながってくるわけで、構えがちゃんとっていうかクラブのヘッドの置き方っていうのがあって、ちゃんと設計通りに置いたらシャートこっち傾くんだって、ですんげえ雑に言うけどこういう風に置けたら多少手前からクラブが入ったとしてもクラブのソールがちゃんと滑ってくれてミスを消してくれるのよっていう説明をしたら、あとゴルフってミス前提のスポーツだからミスが出ない打ち方がとにかくありがたいんだよねって話をして、で今のを実践するともうすごい手前から叩きながら打つって言って、でも滑るとやっぱ飛ぶじゃないってっていうのを見せてあげると、あじゃあ構え方変えようってなって、構える理由とかもういちいちなんでこれ直すかっていうその部分をちゃんと説明してあげるとやりきるんだよね、人はっていうか生徒さんたちは。だからなんだろう、こっちが喋る情報量っていうのはなるだけ減らしたいんだけど、でも抑えておいてほしいところっていうのはなんでそれをやるかっていうところを伝えるっていうのに尽きるんだよね。でこの多分15分ぐらいで彼女はこれからまず握り方がこうだったのが握り方だけ良くなって、握り方良くなってもこうやって打ってたけど、そこからまあこうなっていったね、こうだったのがこうなっていって、でもそこから先は一緒だよね。何も変わってない。で、じゃあここまで来ましたと。じゃあ次何する？こうね。すごい再現度だね。ちょっと待って。はい。こうやってつけるんですか？